はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、クエスです。ということで今日はちょっと急ぎでガチャの方を引きたいと思います。こちら再臨しましたのでね、アニバーサリーレジェンド7フェスが早くもまたまた、来たので、7ステップまで引いていきたいと思います。ということでやばいんでね、時間がちょっとギリギリになっちゃったんで、昨日もちょっと忙しくてちょっとなかなか弾けなかったんで、ちょっと今から弾いていきたいと思います。あと5分なんでちょっとねちゃちゃっと弾いちゃいたいと思います。今回選んだキャラはキングフィルシー、武器出た、やった、キングフィルシー、あと何でしたっけ、メグスラシル2つ、あ、いやいや欲しい、やばいですね、ちょっとちゃっと引いちゃうんで、はい、 3ステップ目いきます。はい、ですね、あと誰でしたかね、キングフィルシー、ドワーフの子です。ドワーフの子と、あと誰だったかな、一人誰か選んだんですけど、ちょっと待ってくださいね。これは引いてからのお楽しみということで、まあはい、虹が2つ。いや、まさかね、こんな早く、またなんかに、やっぱ人気あったみたいで、あ、やばい、装備がやばい、ちょっと待ってくださいね。時間大丈夫ですかね、ちょっと怪しい。これは売るより強化使った方が早いですね。ちょっと待ってください。これで、いやー、ちょっともうちょっと早く動画撮ればよかったんですけど、ちょっと失敗しましたね。間に合うかな、これ間に合わなかったら大惨事なんで、ちょっと急いでやりたいんですけど、はい、これで大丈夫かな。はい、ということでガチャに戻りたいと思います。大丈夫、あと3分ある。あと3分あるんで大丈夫ですね。間に合いそう。あと2分になってる。これが6ステ目かな。はい。お、虹オーニャン。スキップします。はい。で、次、これで誰が出るかですね。まあ、道中は安定で出なかったんで、あとあれですね、アウズンブラ、名前がちょっと覚えられてないんですけど、はい、まあ、確定だけみたいですね、今回も。道中出てくれたら本当嬉しいですけど、まあ、なかなかね、出ないですね、やっぱり。はい、おキングフィルシー、出ました。今回も等確率だったんでね、まあ、キングフィルシーに関してはそこまで狙う必要もなかった気もしますけど、まあちょっと欲しかったんで、今回ね選んでおりました。はい、選んでたのはこの4体です。キングフィルシー、メグスラシル、ベルフェール、アウズンブラと、この4体選んでました。今後はこういう、まあセレクトできた場合はこうなるかな、おそらくですけど。はい、ということで急いでねちょっと引かせてもらったんで、あれですけども、装備フェスの方もちょっとステップ2まで引こうかな、せっかくなんで。はい、そうですね、この中で欲しいのは腕輪とか弓とかですかね。この辺がちょっと欲しいかな。この辺狙ってちょっと引かせていただきたいと思います。せっかくなんでね。レジェンド7ちょっと急いで引いちゃったんで、こちらの方もやらせていただきたいと思います。ステップ2までね。で、道中出るのかな？出るって書いてましたっけ？ちょっと確認できてないな。
はい、いつも通り。ということで次ステップ2で、あ、そっか、ダイヤが微妙に足りないのかちょっと待ってください、ダイヤあったかな、ダイヤありましたかね、ちょっと待ってくださいね、なかったかな、ないですね。じゃあちょっと一旦カットして、ダイヤの方を補充したいと思います。50なんで多分すぐ補充できます。はい、では、はい、ということでダイヤの方を補充してきました。ということでセブンフェスが終わってラッキーガチャが来ましたねということで、こちらの方を引いていきたいと思います。フェスの続きですね、装備フェスの。はい、何が出るかな、持ってないのも欲しいんですけど、まあまあ手できれば持ってるやつ、いや持ってるやつって言っても、まあ、星5になってたりもするんで出ますかね、何が出るかな、あらこちら何でしたっけ名前名前忘れた、ティルウィングね、ティルビングだ、ティルビング、ティルビング、こちら1本星5できてるんで、2本目を作っていこうかな、これ結構強いですしね、人間の人間専用の武器となっております。こちら結構強いんで、うん、ぜひあの皆さんもね持ってたら強化してみてください。まあまあ基本的にフェス装備は強いですよ、まあまあたまに外れありますけど、うん、基本は強いです。はい、ということで、ね、レジェンド7アニバーサリーのねレジェンド7の方を引かせていただきまして、キングフィルシーをお迎えしまして、あ、そして、こちらユグドラシル、あ、違う間違えた、ユグドラマッチの方も、無事終わりまして、フレームの方もね銀枠をゲットすることができました。順位の方がこちら2017位、まあ、残念ながらの装備は1個しか手に入らなかったんで星4にしかできませんけども、まあ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 今回そんなに欲しいなって思ってる装備ではなかったんで、まあまあいいかなと、ロベリアのこのフィレームが手に入っただけで自分が満足です。はい、ということで、ご視聴の方ありがとうございました。ちょっとね足早にガチャの方を引いてしまったんでちょっとあれでしたけども、皆さんも今回引いたんですかね、やっぱダイヤがちょっと多い、必要のダイヤ数が多いんでなかなか引けない人も多かったと思うんですけども、はい、引けた方は何が出たのか教えてくれると嬉しいです。ということでお疲れ様でした。またご視聴していただけるとありがたいです。ではでは。